藤原定家、藤原定家、藤原の定へ、定家は、平安時代末期から、鎌倉時代初期にかけての公家、歌人。意味名は、定家と音読みされることが多い。小倉百人一種の戦者で、県中納言定家を称する。藤原北家三子左流で、藤原春税の次男。最終官位は、正に意見中納言。京国殿、または、京国中納言と呼ばれた。 功明は、名声、明城。歌人の弱連はいとこ、大乗大臣の西恩寺工業は議定にあたる。平安時代末期から鎌倉時代初期という激動期を生き、御女左家の稼働における支配的地位を確立。日本の代表的な稼働の総称として、長く仰がれてきた歴史がある。二つの直線衆、新古今和歌集、新直線和歌集を先進。 他にも、周華線に、定華八代賞がある。家論書に、毎月賞、近代周華、英華大街があり、本家取りなどの技法や心と詩との関わりを論じている。歌集に、周囲装がある。周囲装は六歌集の一つに数えられる。宇都宮より綱に依頼され、小倉百人一首を占じた。定華自身の作で百人一首に収められているのは、 木の人を待つ炎の裏の夕なぎに薬や模をのみも、焦がれつつ。源氏物語、土佐日記などの古典の著者、注釈にも携わった、この際に用いた金遣いが定価金遣いのもととなった。また、松浦宮物語の作者は、定価とする説が有力である。十八歳から七十四歳までの五十六年にわたる、国名な日記、赤月期、平成十二年。 2000年、国宝に、指定を残した。このうち、兼任元年、1201年に、言葉天皇の熊の行行随工事に記した部分を、特に、熊見ゆ記、国宝と呼ぶ。後世の評価の一つに、石田吉佐だ藤原定家の研究の序文に以下がある。藤原定家については、古来記を様々であり、すでに在世中から、 言葉印極伝のように骨を刺すばかりの痛烈な批判の書があるかと思えば、源の課長日記のように一大の思想と認めたものもあるという風であった。がし語になると、中世ではほとんど神のごとく、あがめられ、華道においてはもちろん、レンガをはじめ農学や茶道においても、その芸術論のごとき、新託のように取り扱われ、多くの儀書まで出るというありさまであった。 したがってその筆になるものは、断冠霊木も、司法として尊重され、ために、その筆者にかかる本は、いわゆる定価本となって、現在に至るまで多くの古典の伝本中王座を占めてきているのである。近世に至ると、中世的権威破壊の機運にあって、定価の誠意も、赤実の感はなくなったけれど、それでもまだ、ひとまろ、貫雪と並ぶ。 大家人として取り扱われることに変わりはなかった。ところが、明治に入ると、定家は古典文学の世界における偶像の代表のごとくに見られ、上下を一視したと思われるほどの激しい破壊拝撃を受けた。その作品は取るに足らない技巧すぎ飾りのものとして知り添けられ、その科学書はほとんどすべてが儀書として葬られるに至ったのである。中略しかし大正の中頃から、 昭和の初めにかけて、この廃墟の中から一つ一つ、真実なものを拾い上げて、定価を築き直そうとする動きが現れてきた。中略、佐々木信綱、小島義夫、風巻慶次郎、池田機関らによってそれぞれ大きな開拓がなされ、その若作品に対しても、次第に正しい味方を回復しようとする努力がなされるようになり、定価の人間像家人像はようやく復元されようと、 するに至った。偉大なもの間に優れたものは、決して破壊されたままで消えてしまうものではない。低画像の復元にあたって示された多くの学徒の、たゆまざる、情熱を見て、私は、深い感激に打たれざるを得なかった。戦後昭和から平成にかけドナルドキーンや三島由紀を、小西沈一、谷山茂、安田明を、久保田敦、塚本国をやまる野菜一。 堀田義恵、辻くにら多くの作家や研究者が定価を積極的に評価してきた。中世から近世にかけ、定価を称え、尊崇した著名な芸術家、文学者は、小鉄、神経、葬儀、今川貞だよ、京極田目金、ゼ阿弥、コンパル全区、細川雄才、松永帝徳、小堀遠州、霊元天皇、松尾芭蕉、元折則り長などがいる。 日付イコール旧歴。定家の書は、父の春勢と、同じく保証小流より入ったが、強情な性格をよく表した、変癖な別の書風をなした。脳書といったものではなく、一見すると稚拙なところがあるが、線はよく寝れて、高し強しである。江戸時代には、小堀遠州や松平春里らに大変に愛好され、彼らは、この書風を、定下流と称して、大流行させた。 また、定下は、古典文学作品の著者においては、原本に、問題ありと考えれば、場合によっては肯定作業を加えることもあったが、基本的にはどんな誤りがあっても、シーデーは訂正しない学者的慎重さ見せている。なお、定下自筆とされる書の中には定下本人のものではなく、彼の監修のもとに定下の死女や、家臣などによって行われた作品が含まれているとする、説もあり、 議論が行われている、同様の趣旨の説は、父の春勢や九条金ねなど、当時の公家の書に関して広く指摘されている。帝家は、藤原道長の来孫、古代後の子孫にあたる。だが、石関家の着流から遠く、陰近心を排出できなかった帝家の御子左流は、他の御堂流諸流、中御門流や加山の陰流と比較して不審であり、さらに父、 春勢は幼くして、父を失って一時期は、藤原明より、養子塚の養子となって、諸国の受領を務めていたことから、中央貴族としての出世を外れて、華道での名声にもかかわらず、官位には恵まれなかった。定家自身も若い頃に、九州にて、新鍋祭りの最中に、源の正行と乱闘したことで、除籍処分を受けるなど波乱に満ち、 長年この絵中条を務めながら頭中条にはなれず、51歳の時にようやく苦行に達したが、それさえも姉の九条にが藤原かね子、京にに荘園を寄進したことによるものであった。それでも定家は九条家に家主として仕えて、節管の側近として多くの公やごとの場に立ち会って、夕食後日を自己のものにしていくとともに、 半球上家派の土見門ど父からと政治的には激しく対立するなど政治の激動の場に身を投じた。定家が夕食古日に深い知識を有していたことや政務の中心に参画することを希望していたことは赤月期,期などから伺い知ることは可能である。そして、寛義四年1232年1月30日、定家は二条の後任として71歳にして、 年間の拳中ナゴンに就任する。当該機関の暁月機の記述はほとんど現存しないものの、他の記録や日記によって定価がたびたび上京の任を務め、特に岩清水、八幡宮に関する政策においては、主導的な地位にあったことが知られている。また、上映改元や四条天皇の戦争などの重要な規定にも参加している。だが、旧城同家との間で何らかの対立を、 引き起こしたらしく、同年の12月15日には、まかり無か間、鋼鉄の形、苦行部員研中納言を去ることになった。こうして、定価が憧れて、夢にまで見たとされる、赤月家安定元年9月27日上、藤原さ助のように政治的な養殖に就くことは、叶わなかった。また、二代にわたる昇進に関する苦労から、着難とされた、 タメ家エの出世にも心を砕いており、カノ元年1225年7月には同じく、着難を、蔵人頭にしようとする、藤原サネと激しく争って敗れている。だが、この年の12月に、実践の子、金方の公認としてタメイエが、蔵人頭に任せられ、一方の金方は、翌年1月に、父が、自分の妻を追い出して、検問の娘を、 死はせようとしたことに反発して出家してしまった。帝家は自分も実践と同じようなことを考えていた、イタリグの父であったことを反省している。その後は、ため家をくじ、古実の面で指導しようと図った。帝家が、道のみならず、自称小属賞や、石天次第など、公やごとや夕食古実の賞を表した背景には、自信のみならず、 子孫の公家社会における立身を意図したものがあったと考えられている。藤原北課長下流、三子左屋に属し、藤原道長の来孫にあたる。帝下の子孫は、三子左屋、着流は、別名二条家友として続いたが南北朝時代から、室町時代に至る戦乱により着流は断絶した。三子左家の分家である霊勢家は、現在も京都において続いており、 この系統からは4家のウリン家、ウエレーゼや、シモレーゼや、藤谷や、イリエ家を排出したことでも知られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。